こんにちは。マンスリーキルト、7回目になります、だいぶパターンが縫い上がってきました、今まで縫ってきた6パターン、今回で7枚目になります、今回はコネチカットというパターンですね。三角形と四角形のバリエーションで、非常にベーシックな図形の組み合わせなんですけれども、それがまた非常にパッチワークらしくて面白いパターンだと思います。ちょっとパターン見づらくて申し訳ないんですけど、図面上で、今これベって書いてあるのがベースの色になります。ここですね。こちらがベース、結構ベースが多い中に、三角と四角で色を出していきます。縦地と横地なんですけれども、真ん中の四角は、基本通りで直角のどちらかの辺が縦地が通ってれば大丈夫です。ただこちらも真ん中に来た時に、柄の上下があって、どうしても柄を中央に入れたい、上下をちゃんときちんと揃えたいという場合は、ここを縦地通して取ってください。三角形も直角のどちらか、直角が通るどちらかの辺を縦地でっていうのが基本なんですけれども、外側に来る三角に関しては、パターンの一番外側に来る三角に関しては一番外側を縦地通して取っていってください。ただこれもそうしなければいけないというわけではなくて、それを踏まえて、お手持ちの生地で作る時のご自分のこう好みとか柄とか、そういったものに合わせて臨機応変に取っていってください。縫い合わせの仕方ですね。三角まず剥いでいきます。三角形同士を中表に合わせて待ち針を打って、印の外から外まで縫い切りで縫っていきます。今回はベースがこの白っぽい生地で、パターンになる部分が、赤のチェックになります。で、印の端から端まで縫い切りで縫っていきます。で、直角を通る辺のどちらかに縦地を通している場合、この斜めの三角形の斜めの部分はバイアスになりますので、生地が伸びやすくなってます。気をつけて縫っていきましょう。で、最後返し縫いをして玉留めをします。で、いらない縫い代は切り揃えて、で、パターンが高くなるように倒していきます。パターンが高くなるように倒します。で、これがそうですね。で、細かい三角形を全部このように縫っていきます。4枚ですね、こちらの4枚。で、大きい三角形はまず片側だけ、片方の辺だけを縫い切りで縫って、で、こちら側を中表に合わせて縫い切りで縫っていきます。
辺の長さが短いピースの場合は角と角の待ち針を打って間1本待ち針を打てば大丈夫ですが、心配な場合ちょっと距離が長くなったりした場合は2本3本打った方が安心ですね。最初と最後は返し縫いで、あとはぐし縫いです。これで玉留めをして糸を切ります。で表に返して、でやはりあのパターンの赤のチェックの方が高くなるように倒します。実際倒すとこんな感じですね。でこれを4枚同じものを4枚作ります。 1,2,3,4 枚作ります。で真ん中の四角なんですけれども、こちらの四角は最初にこちらとこちら対角線上の三角形を縫い付けて、でやっぱりパターンが上になるように倒します。で残りの対角線上の三角形を縫い切り縫い切りで縫っていくとこのようになります。すべてのピース、小さいこの四角になるピースがこう縫えましたら、次は1列ごとに縫っていきます。こことここ、それからこことここを合わせて縫っていきますが、こちらは、基本的な四角形のラインパッチの縫い方と同じで、印から印で縫っていきます。で待ち針を打ちましたら、印から印で最初と最後返し縫いをして縫っていきます。で縫うと一列つながった状態がこちらですね。でこれをそれぞれの列1列2列3列ごとに縫っていき、縫い代の方は、互い違いになるようにそれぞれ倒していきます。真ん中の列がこちら側をこちら側に倒した場合は上の列は反対側というような形で倒していって、で縫い合わせをした時に縫い代同士が重ならないようにしていきます。ということで列ごとに縫ったら1列ごとを今度は一気に縫っていって、でここの中心の縫い代はたまらないように風車に倒すようにします。ここまで縫えると完成です。こんな感じですね。本当にベーシックな三角と四角の組み合わせですが、お色合わせによって、非常にバリエーションが広がるパターンです。今回は2色使いでやっていますけれども、例えば中心だけ色を変えてみるとか、三角形も大きいの小さいので色を変えてみるとか、いろいろ楽しんでいただけたらと思います。では次回、8枚目のパターンを縫っていきたいと思います。